皆さん今配信止めちゃいました。ボタンを押し間違えて、押すボタンを間違えて、はい、コマンドかなんか押しちゃえばよかったですけど、スペースボタン、いわゆる録画停止ボタンを押しちゃって、はい、すいません。じゃあさっきの真夜中の一人語りをパート1として配信しちゃおう、今のうちに。じゃないと順番がむちゃくちゃになっちゃうと困るんでね。はい、いやーけどね、ほんと楽しいっすよ。皆さん、いろいろやるのは。ひろきです、はい、ご機嫌いかがでしょうか。はい、ここで私は大変、ここで、はい、今のタイトルでタイトルをパクって、はい、で、はい、ここでこの38分も喋ったの僕。もういくらアドリブ語りの練習だからっつってちょっとやりすぎですよね。はいはい、そうですよね。はい、いやー、はい、一人語りどこ行った、ここか、よし、はい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 。でね、ちゃんとね、チャンネル登録ボタンをね作っておかないとね。はい、そうですよ、チャンネル登録ボタン、これで押してくれたらチャンネル登録されるんでね。はい、思わず押しちゃう人とかね、いるかもしれないですからね。はい、せっかくだから作っときますよ。はい、いやー、しかしな、しまったな、今スペースボタン押すんじゃなかったな。はい、録画が止まっちゃいましたよ、いけないな。はい、まあね、はい、そんなこんなでね、実はね、あのこれパート2しか聞いてない人じゃないとわからないと思うんですけど、あの今日1月11日は実は私の誕生日です。はい、そうですよ、1個年を、いや取ってるのかな、僕永遠の21歳なんで、はい、永遠の21歳なんで、まあ年は取ってないんですけど、はい、別にこの年に年を一つ数えたからといって体力が落ちたなとかないですし、はい、むしろ体力は上がっていってますから、今筋トレとかして、はい、ねえ、いろいろ運動とかして健康なものとって、むしろ体力上がってますから僕は。はい、そうですよ、はい、全然年取ってる感じないです。はい、僕の古いビデオ、あの古い順とか新しい順とかできるでしょ。何でしたっけ、僕英語版使ってるから日本語で何て言うかわからないんですけど、何、日本語版だと何、動画、あ、動画だ、動画で、動画をして古い順ってやつボタン押してくださいよ。僕の太りようがもう見えるんで、どんだけ太ってんだよお前みたいな感じですから。はい、今と全然違うでしょ。はい、今ビジュアル系みたいな感じでしょ。この頃のはなんだよこれみたいな感じですからね。はい、そうですね、ほんとね、まあいろいろ人には歴史ありですよ、ほんと。何が正しいのかも分かりません。はい、ね、痩せたらいいのかと、痩せたら調子に乗って浮気するんじゃねえかと、そういうこともあるわけですよね。だからね、あのかっこよければ全てよしというわけでもないんですよ。はい、ほんとに、うん、なんでもそう、はい、金持ってればそれだけいいんだっていう話もそうじゃない。はい、金持ってるだけあれば、持ってるだけこう自分を守ろうとして保守的になってしまって冒険心が薄れてしまうんですよ。はい、そんなんじゃいけない、そんなんじゃいけない、俺はまだ庶民だっていうふうに私は思ってます。俺はまだ庶民なんだ、やることいっぱいあるんだ、そうです、
庶民根性ってやつですよ。はい、そうです。そういうの大事だと思います。僕は、はい、僕はね、あのすごく貧乏な家庭に生まれた母に育ったんで、あれなんですよ、なんていうか、けど駆け落ちして結婚したんですよ、僕のお母さんとの父と母は。だから僕の母の母はすごいいいとこのお姉、お嬢さん、お嬢さんなんですよ。だから僕の母もいろいろ礼儀を教えられて、だからなんていうか、どこのお嬢さんだろうかこの人はっていうぐらい、どこの未亡人だろうかって思われるぐらい礼儀正しいんですよね。はい、それが僕は子供、息子としてあのかっこよく見えて、あ、僕も女性に対してちゃんと礼儀正しくあろうって思ったのはもう母の影響ですよ。はい、やっぱ母は強しですよ。いや、そういう時に使う言葉じゃないですよ、母は強しはね。はい、母はやっぱりいいもんだなと思いますよ。やっぱりいろんな模範になりますからね。はい、そうですね、まあ、母あってこその私ですから、本当に、まあ、母とはね、もう今死んでもいいやっていうぐらい喋りましたからね、本当に。僕が悩んでる時とか、はい、サラリーマン辞めて投資家になったはいいけど、何か次が見つからないとかっていう時に、もう母は家事をしながら僕の話を淡々とトントンと聞いてくれて、それはそうだわねって、けどあなたが自分で解決するしかないのよとかいろいろ言われてね、育てられてきたんですよ。この年でも親から育てられる。まあ親はいつでも親なんですよ。子供はいつでも子供なんですよね。はい。もう本当、僕庶民の心でこれからも頑張っていこうと思います。はい。まあお金的には富裕層なんですけど、それがどうしたって感じですよ。僕は節約志向ですからね。なんか金持ちになったからって言って車買っちゃおうぜとか全然思わない。はい。だって車乗ったら駐車場探しにたくさん時間使っちゃって彼女にイライラさせるじゃないですか。しかも酒は飲めねえわ。フランス料理のお店に行っておいて酒をワインを頼まないって嘘だろとか思いますからね。はい、絶対電車移動するべきですよ。はい、東京では美味しいもの食べたかったら、はい、なんで車に乗ってんだって思いますからね。絶対車買わないですよ僕は。はい、だっていらないですもん。だから見栄のためにお金を使うから車買っちゃうんですよ。いけない、そういうのいけない、そういうのいけない。はい、あのね、見栄のためにお金を使い出したらね、キリがないんで。で僕はファイヤー会っていうのを持ってるっていうか入らせてもらって、ファイヤー、いわゆるもうなんていうか上がり、お金についてはもう上がりっていう人たちだけでぺちゃくちゃおしゃべりをする会があるんですけど、まあみんな、あ、それヴィトンだとか、あ、それエルメスだみたいな格好は全然してません。はい、なぜかというと何金と勘違いされたくないから。はい、その辺の何金と勘違いされたくないからですよ。はい、そうなんですよ。その人たちはもう僕が叶わないほどの大富豪ですからね。まあ僕は10億いってないですからね、まだ。はい、けど彼らはもう10億いってるんで、まあいわゆる日本の法的なっていうか、日本の経済界の常識では10億持ってると超富裕層って呼ばれるんですよ。超富裕層。はい、僕は超富裕層になれてないんで、死ぬまでに超富裕層になるのが私の投資の仕事としての目標です。はい、そんだけ貯めてどうすんのよとかじゃないんですよ。
だったらそんなにゲームしてどうすんのよって言ってるのと同じですよ。それ楽しいからでしょ。それと一緒ですよ。そんなに金貯めてどうすんのって、いや違うんですよ、金貯めるのが楽しいんですよ。はい、分かってないなって思うんですけど、ゲーム貯め込むのとお金貯め込むのとどっちが得だと思います？はい、考えてみれば分かるでしょ。はい、金貯めゲームの方が絶対面白いですよ。はい、そうですね、困った時の頼りになりますからね。しかもゲームが困った時の頼りになりますか？ゲームによるな。そうですね、全部のゲームがダメだと思いませんよ。僕は人生を変えたゲームありますよ。ファイナルファンタジー10、僕の人生を変えました。はい、けどそういうゲームって一握りしかない。はい、それが現実です。はい、そうですね、それよりも自分の彼女にお金のことは心配しなくていいから、いや何でも買えっていう話じゃないですよ。何でも好きなもん買えとかじゃなくて、困った時には俺が助けるから安心しろ。はい、心の底からそう言える。はい、そう言えるときに、あ、一生懸命仕事しといて、そのお金で投資しといてよかったって思いますね。はい、本当お金は何かの時に人助けになる。はい、いや地震で募金とかしてたらどんどん減っちゃいますけど、自分の彼女が何千万もの薬が必要な特殊な病気にかかったらどうします？僕はお金出せますよ。うん、お金出せます、募金とかしてないんで。だから僕は遠くにいる知らない人よりも近くの人を助けたいから募金はしません。はい、僕の払った税金で政府がやってください。はい、そういう考えです僕は。近くにいる本当に困った人にお金を使いたい。うん、そうですね、そうなんですよ。なかなかねお金の使い方に人が現れますからね。はい、僕も別にケチじゃないんですよ。使う時には使いますから。はい、そうです、そうなんですよ。この辺りはね、人によって異なるんでね、何ともわからないところがあると思うんですけど、はい、そうですね、うん、まあ、4杯もビールを飲んで、何真面目な話してんだって感じがするかもしれないですけど、まあ基本的にはね、楽しいのが好きなんでね、はい、ただ、楽しむためにはやっぱり節約心とか必要でしょね。使った使ったって言ってよ、本当に人生楽しいかって話ですよ。はい、そんなのもったいないじゃないですか。はい、そうじゃなくて公園を散歩してなんかとか、元鉄道だったところを散歩したりして、手つないで散歩して、あーなんかいいねって、いい雰囲気だねここってねって話す方がよっぽど幸せ。はい、金かけりゃいいってもんじゃない。うん、ほんとそう。だから金は持ってた方がいいっすよ。そりゃそりゃそうっすよ。困った時にお金が必要な時はあるんだから。だからお金持ってた方が安心に生きれる、それは事実。けど大事にしなきゃ、本当に大事にしなきゃいけないところは違うところにありますよ。はい、本当に守ってあげたい人がいたら、やっぱりそこが使い時だって言って節約しますよ。
日頃、はい、そういうことなんですよ。まあプレミアムビールを4本も飲んでおいて、昼にも1本飲んでるんで5本も飲んどいて、全部で1500円も使ってどうかと思いますけど僕も、はい、けど高いワイン飲むよりよっぽど安いでしょ、はい、考えてみてくださいよ、はい、ビールってむちゃむちゃコスパいいですよ。だって世界最高の一つと言われてるビールが300円で飲めるんですよ。この素晴らしさたまらんすね、はい、そうですね。だから僕はこれからもビールを飲み続けて、あと1杯か0杯かどっちにしようかなみたいなのを簡単に決めれるのがいいですよね。ワインはもう開けたら飲まなきゃ。いや空気抜きとか僕の持ってますよ、持ってますけど、空気抜きを一生懸命する姿がかっこ悪いじゃないですか。飲んじまおうぜっていう方が潔いじゃないですか。だったら飲もうぜってなっちゃうじゃないですか。なるんですよ。そうなんですよ。空気抜きとかはっきり言っていけてないんですよ、はい、いけてない、はい、そうなんですよ。まあね、まあ今日は誕生日なんで許してくださいよ、たくさん喋るのもね。えなんかむちゃむちゃ喋ってますよね、僕誕生日だからってね。明日うなぎ食いに行くっていうのにね、夜飯は何を食べるか分かんないですよ。夜飯何なんでしょうね。夜飯どこに連れて行ってくれるんですかね。まさかうなぎで済まそうとしてるんですかね。だったら株主優待で僕は怒らなきゃいけなくなっちゃうんですけど、ちょっとちょっとどうなってるんですか明日の予定は。僕全然分かんないんですよ、はい、あの何も教えてくれないんで、はい、明日何やるか何にも教えてくれないんですよ。ふーんって感じで、そうなんだって感じで、じゃとりあえずそのお店に一緒に行けばいいのね、はーいみたいな、待ち合わせはここでみたいな、はーいみたいな。ねえ、なんかわかんないな、うん、とりあえず僕は行くだけですよ、はい、うなぎのあと何が食べれるんだろう。いやもうあんまり食べちゃダメだろうっていう気もしますけどね。運動しようぜっていう感じもしますけどね、はい、そうですよ、運動しなきゃいけないですよ、ちゃんと。うなぎなんてもう高コレステロールじゃないですかね。えほんと気をつけなきゃ。いやけどうなぎはうまい、これはジース、はい、うなぎは食べたい、うん、うなぎは大好物の一つなんでね、はい、コレステロール高かろうが食べますよ僕は、うまいんだったら、はい、あこの曲終わりに近づこうとしてるな。なんか音数が減ってきてるぞ。ほら。あれ終わるのこの曲。相当喋りましたね僕。あ、俺終わろうとしてるわ。うわー。この曲むちゃむちゃ長いんですよ。1時間超えてますからね。だから配信に使えないんですよ。終わろうとしてる。いや喋ったな。あまた大きくなった、大きくなった、また大きくなった。なんかよくわからない曲だな。締めの時だけなんか頑張るんですね、編曲をね。最後ハープだけが残りましたね、はい。まあ一応考えてるんですよ僕も曲を、はい、BGM だけど終わり方だけはちゃんとしようみたいな、はい、
そうですよね。まあ頑張りますよ。一応年取ったんでね。はい。けど何も変わらないですけどね。はい、僕の中では何も変わらないですよ。あのだから正月迎えて何も変わらないのと一緒ですよ。はい。そうです。はい、終わりました。曲が終わってしまいました。はい、止めないと次の曲が流れちゃう。はい、止めました。ということでね、あ、僕の可愛い女の子が流れる TikTok が、これ、TikTok 以外使ってないあのスマートフォンなんで安全です。この TikTok でね、あの可愛い女の子の動きを見るのが僕は好きでね、本当。あ、この子いいな、この子いいな。ちょっとラテン系ですね。はい、ラテン系でカメラがガンガン動いてるからちゃんと撮ってる人がいますね。はい、うん、そうなんですよね。僕結構そう、あ、そういえば僕ラテン系の人と付き合ったこととか一夜を共にしたことがないんですよ。もう全くの白人、全くの白人しかないんですよ、外国人が。だからラテン系とか黒人とか、あとなんていうんですか、こう東南アジア系とか韓国人とか、そういうのない。